ありがとう。あおいちゃんはおはようでしょうか、お休みでしょうか、どっちでしょうか。はい、ということで、皆さんこんな時間に来てくれてありがとう。あおいちゃんが朝の4時51分をお知らせします。今日はですね、ちょっとお家のなんか事情でバタバタするので、ショールームをちょっとこの時間にやっております。南波さん、おはようございます。ありがとう。翔平さん、こんばんは。ありがとう。こんばんは。あれ、白さんも起きてる。ペチペチして起きてくれたの。ピチピチピチ、ありがとう。あいたんはさっき一瞬意識を失ってたよ。朝ラーメン食べてきた。美味しそう。なんだっけ、大阪か。あいたん大阪行った時に朝ラーメンするか悩んだんですよ。あいたんこんばんは。あれ、ひろきさん、おはよう。ありがとうございます。おはよう、おはよう。朝のあいちゃん、おはようございます。ふるったん、おはようございます。すやー、ありがとう。くるってやんも起きてる。あいちゃん、おはよう。あれ、はるみ捨て星の時間もしかして。イエーイ。ありがとうね、寝てたよ。あら、そうなん、起こしちゃったかしら。ありがとう、ごめんよ。ありがとうね。いやね、この時間だからもうなんかみんなすっかりお眠になって寝ちゃっているかと。10分だけ、10分だけ捨て星の時間だわ、これは。ありがとうございます。でもなんかね、もうこの時間にさ、結構やってるアイドルさんとかいるね、配信多い。びっくりしたった。あいたんパジャマ、今パジャマのようなパジャマじゃないようなっていう感じです。そう、はい。そんな感じなんですけれども、あくびじゃないよ。違うわ、配信始めるわ。あ、そうなの。そうなの、早いね。あれはまあ5時だから、5時からってことか。なんかさ、 AKB グループさんはさ、夜は0時までで朝は5時からスタートなの。あんまなんかそこわかんない。とりあえずみんな12時で終わっているのは分かってるけど、朝は5時スタートになってるの。アクビーム、アクビーム、いや、ファーかわいい、はあ、あくびじゃない、息をしたんだよ。いや、なんかあくびが出るのはその脳に酸素が回ってないから、だからあくびをして空気を取り入れてるって聞いたことない？ある。あおいたん、おはよう。朝早いの。あれ、オルニャンさん、おはよう。あおいたんね、そう、健康体だからさ、どちらかというと朝方なんだ。お、嘘つきや。だからあくびじゃないだと。あくびじゃないよ、息をしたのね。あ、くび、おはよう。ありがとう。あれ、ラチさん起きてる。おはようございます。来てくれてありがとう。朝のおいたんです。あくびって呼ばれた。あくびや、にゃー、出ちゃった。ほんとだ、あくびって読むとあくび出るわ。仕事終わった。あ、ヨウタン、お仕事お疲れ様。お疲れ様。ヨウタンが仕事終わるの待ってたよ。都合のいい女。二度寝しなさい。はい、いや違うんですよ。そう、まあ、なんていうの、あいたんはそう、なんていうの、まだお休みしてないんですけど、そう、ちょっとなんかさっきちょっと一瞬意識を失っていた。AKB は5時から24時しか配信できないようになってるみたい。24時に自動でき、あ、そうなの、そんな設定ができるの、すごいね。おはようございます。まだ待機中です。あれ、ゴーさん、ありがとう。おはよう。早いね、ゴーさんもね。あー、いいな、あおいたん。そう、九州、なんか九州すっ飛ばして沖縄にしか行ったことないんですよ、あおいたん。沖縄は修学旅行で行ったんだけど、そう、四国九州すっ飛ばしてるもんだから、そこら辺に行ってみたいなってずっと思っていて。あくびしそうになるときは、やばい、ほんと待って、なんかみんながあくびあくびやから、あおいたんのあくび止まらんばい。だから上唇を下で星と収まると
聞いたことある。ん、上唇を、何、上唇、私の、こっちにもあくび映った。人のあくび見てるとさ、なんかあくびって映るよね。あれだけ眠そうなのに起きていられるって、すごい。なんかもうさっきの配信の一番最後の青いとあんまもう記憶ないもんもう記憶がない。高校の修学旅行は福岡、長崎、佐賀、沖縄。え、そうなの、すごい充実してるじゃん。九州行って沖縄まで行けたの、すごいな。そう、ずっと沖縄で3泊4日だったかな、だったので、そう、九州のちょっと良さを知らないんです。そう、だから九州、例えば福岡だったら博多行きたいね。あ、舐めるもダメか。ああ、ペロペロにしようね。なんか舐め、ペロペロはオッケーなんだね。そう。わかってないな、ショールームさん。ペロペロの方が、なんかあれだよね。そうね。すごい、なんかこの時間に、なんか可愛いアバターがいっぱいいる。ありがとう。はじめましての方は来てくれてありがとうございます。ラックユーアイドル編集部と言って、こちらの、アイドル、ラックユーアイドルパスという、クーポン付きアイドル専門誌を編集しながらアイドル活動をしております。ホープステップスマイル、みんなで作ろう笑顔のは青いたんこと、あててた、あててててた、ナンバー青いです。ぜひ毎日配信してるので右上のハートピンクにしてってください。なんちゅう時間に、あれ、赤風先生どうしたの、おはようですか。もうおはようなの、赤粉先生。星になりそうな時は4にしよう。そうしよう。あー、確かになんかそういうのだと OK。 なんかフルフルとか、フルフル願いフルフル。ペロペロの方がね、ペロペロの方があれだよね、分かってないな。よく見たら眉毛が少し出てる。そうなんですよ、ちょっと前髪短いので、そう、うまい具合にちょっと落ち着かせたい。よいしょ。だから具合悪くて12時間寝てしまって、大丈夫、赤風先生、どうしたの、熱か、大丈夫、お熱か、お熱なのか、どうした、大丈夫。いやね、でもこう寒いとさ体調崩しちゃうからさ、みんな本当にね、体調崩さないに元気に過ごそうね。やっぱ元気に過ごさないとね、あれだからアイドルを応援できない。だてか髪型変わってないってことはまだお風呂入ってない、よくわかったね。そうなんです、そう、もうお風呂入っちゃったら多分爆睡になっちゃうから、そう、とりあえずこのショールーム終えるまでと思ったら一瞬意識を失った。2月に行ったから、こっちは厚木で出発して沖縄着いたら暑すぎて大変だった。あ、そっか、でも2月か。なんかさ、沖縄ってさ雪降ることってないのかな、やっぱね。なんか沖縄空いた、その行ったのはね、いつだっけな、多分なんか9月とか10月とかそんなだったんですけど、空いた行ったのは。そうね、沖縄の雪みたい。空いてやに言わせたい疑問を考えとく。やめてよ、やめて、ご主人様今日は10時から野球だから寝て回復させた。おと草野球。あ、お姉ちゃんはよ、あれ、プラちゃん早いね、おはよう、ありがとう、来てくれて。寝落ちして起きたのか。そう、じゃあなんか頑張って、じゃあ3時半ぐらいにやろうと思ってたんです。最初3時半ぐらいにやろうと思って、よし起きてるぞって思って、そう、ツイッターでなんかいつもなんかツイッターで毎日会うたん、ナンバーオイとラックユーと、あと、ま、なんかその日による、例えば先取りアイドル塾とか、なんかその日によるけど、そういうエゴサをしてるんですよ。そのエゴサをしながら寝ていた。生活リズムが本当に夜型通り越して朝型。あ、逆にね、そうだわ。そうなの。だって朝のね、4時とか5時とかね。じゃあまたね、15分以上配信したら戻ってくるかも。ありがとう、ハルミ、頑張って。お腹がポヨンポヨンだ。誰の？エラチさんの？あ、アホイタの？アホイタ。なんかさっきね、なんかやってたよ、CM。なんかすごい、よくさ、この時間でなんか通販のさ、なんか番組やってるじゃないですか。で、なんか、360度お腹の贅肉をなんとかみたいな。
見てよさっき、寝すぎたんで今からツイッターシャーす。ちゃんと見て、ナンバーオイだけはちゃんとじっくり見といて。そう、わかんない、でも今日そんなにあれか、ちょっとちゃんと写真を載せました。はい、先に皆さんね、まあ眠かったりなんなりすると思うんですけど、右から左に受け流さない程度に、聞いておいてください。次回のライブはですね、今日まずアウターいないんですけど、残念ながら、タワレコの川崎店さんでリリーベがあるので、いけるよって方はぜひ楽しんでください。そしてアウターはですね、こちら、週明けの月曜日12月9日の、ラックユーアイドルフェス新宿レニーに出演します。14時半会場、15時開演で、ただいまチゲットでご予約受けたまってますので、ぜひとも皆さんお越しください。で、ね、ナンバー青い扱いとかラックユー予約で来てくれた方には、予約特典をプレゼントいたしますので、ぜひ、言ってください。で、物販の時にね、予約したよって言ってね。で、まあ、ライブあったり、あと、なんだ、まあ、前説とか後説とかも自分たちでやったりするので、そう、ぜひとも、この、もう今年最後の新宿レニーかな。なので、ぜひ皆さんお越しください。ピコリン長。そして、こちら、12月11日水曜日は、ペーパーアイドルラック誘拐となっております。夜の19時から19時半公開収録で、その後、ライブとなっております。すべて観覧無料です。で、まあ、公開収録のゲストはまた発表するんですけども、そう、なんか無料名刺配布会もあったりですね、まあ、なんか新規の方とか特に勇気を出してぜひ会いに来てください。浜松町で待ってます。よし、そんな感じかな。で、まあ、多分、この土日で発表されたらいいなと思ってますが、メイドリーミーさんとコラボした、メイドカフェとコラボしたものが、来週もあるはずです。来週1回ね、そう、先週もありましたが、で、まあ、同じ感じだと思う。18時から21時にこのライブしたりお給仕したりっていうのがあると思いますので、まあ、なんかそう、平日にメイド喫茶が入ったら、メイドアオイタンに会いに来てください。ご助感と完了でしょ、キラン、ありがとうポプラちゃん。そら座ってるやつ、どれ、何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 、座ってるやつ、座ってない、何、何、何、アオイタン、何、ナチさん、ナチさんが座ってるの。こっちもアオイタンのツイートしようとして寝てた。あら、何ツイートするの。なんか最近よくなんか各様ランキングしてるよね、ツイッター。ラーメン3玉食べたからお腹ぽよんぽよん。3玉やばくない？3玉でも、あいたん、そのなんかラーメン屋さんで替え玉ってあるじゃないですか、なんか替え玉無料とか。そう、替え玉をしたことがないから一回してみたいね。お久しさふりふり、この時間珍しいね、ありがとう。スカインズさん、おはようございます。そうなんですよ、あおいたん、そう、今日ちょっとなかなか忙しくて配信できる時間が今この時間ぐらいしかないから配信をしてます。もえもえキュン、もえゴー、燃やしてる、もえもえキュン。そう、メイド喫茶は本当になんだっけ、おいしくなれ、萌え萌えキュンとか、あと、なんだ、ご主人様とか、そう、あります、あります。ミレンから今から録画しとこう。あれ、リホちゃん、お疲れ様、ありがとう、ありがとう。葵たんは、にゃあくびじゃないよ。今日は、遠いからこのくらいの時間で起きてちょうどよかった。そうなの？どこでやるの？あおいたんもなんか最近運動しようかなと思ってるんですよ。なんかちょっと誰かさ、一緒にランニングしてくれない？走りたいんですよ、あおいたん。なんかね、わかんないんですけど、あおいたん、冬になると走りたくなる癖があって、結構、多分寒いと体温めたいっていう気持ちから走りたくなったり、あと受験の時期
なんか受験って寒い時期じゃないですか。受験の時期になんか勉強でなんかうわーってなった時になんか急に走りに行ったりするんですよ。そう、多分そういう癖でなんか冬になると走りたくなるので、ちょっとランニング仲間を、もうあのナンバーオイランニング部を結成したい。ランキングは黒い野球ファンが誰かやったタイミングでやってる。あ、そうなの、誰かがやった、そうなの、すごい、なんか面白い結果ばかりだなと。天神のラーメンなら一玉買い玉無料だ。天神のラーメンどこ、福岡の話、福岡いいな、福岡。後ろの鳥絵だったね、まんまと騙された。あ、やっぱり、いや、すごいなこのクリスマスツリー。そう、いや、なんか皆さん、これは2D なんですけど、 3D じゃなくて 2D なんですけど、そう、 2D もう 2D も 3D も 4D も分かんなくなってきたけど、そう、立体じゃないんですよこの 3D は。同じ時間に走ればいいのね。イエス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 、同じ時間に同じなんか場所な気分で走ろう。そろそろ横になります。あれ、おじいちゃん、そう、なんか今日に言われた、そう、なんかなんかパリスおじいちゃん、そう、パリスおじいちゃんって言ったら、そう、母上におじいちゃんじゃないでしょって言われた。パリスおじいちゃん、にゃー。ら、しおみってところ、自分のところからと豊洲の隣の辰巳、あー、はい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 、分かった。あ、なかなかだね。寒くなると走りたくなるって、犬みたれなんだっけ、犬は喜びには駆け回り、猫はこたつで猫派なんだけど、あいた、うん、あ、三葉さん、ありがとう、りほちゃん、ありがとう、遅くまでお疲れ様。博多天神は渋谷や新宿にもあるよ。え、どういうこと、どういうこと、ラーメン屋さん、そういう、そうなの、そっか、それはちょっとラーメン食べたい、最近寒いから。あいたんは最近ラーメンとおでんを食べたいんですよ。オラフをぐにゃってしない、オラフ、わー、だ、おじいちゃんはおじいちゃんよね。そう、もう何も癖だもん、そう、パリスおじいちゃんは癖なんだけど、全然おじいちゃんじゃないでしょって言われる。だ、キッチンダイブさんで走る、だ、キッチンダイブさんランニング部を作ればいいんじゃないね。そう、そろそろキッチンダイブさんね、またちょっと普通にプライベートで行きたいですね。猫はこたつで焼け、ん、どうしたの、やめてよ、やめてやめて、不吉だ。50、ご飯食べるからおやすみ、やー、いっぱいご飯食べて、もいもいキュン、ありがとう、りほちゃん。ラーメン久しぶりに食べたい、あいたんもラーメン食べたい。あいたん、ラーメンの好きな味は、なんかね、ずっとね、前はね、味噌ラーメンが一番だったんですけど、ある時に鶏白湯ラーメン、なんだっけ、なんかね、多分きっかけはなんか回転寿司にラーメンってあるじゃないですか、最近回転寿司で鶏白湯ラーメンがあったんですよ。で、それがすごく美味しくて、鶏白湯ラーメンって美味しいっていうのから多分始まってるんですけど、そう、鶏白湯ラーメンが好きです。と、おじいちゃんの体力じゃないけど、なんなら体力は怪物級、どれ、パリスおじいちゃん、うん、パリスおじいちゃんって、おじいちゃんの皮をかぶった人よ。キッチンダイブにフライベントたくさんあるよ。あ、プライベートね、どうした、赤羽先生寝ぼけてんのかな。鶏白湯、わかるわかる、そう、鶏白湯ラーメンって美味しい。しかもなんか鶏白湯ラーメンってなんかすごい半熟卵、煮卵が乗ってるイメージなんですよ、あいたなんか。社食のエビ味噌ラーメンがメタメタうまい、嘘、ちょっと写真撮ってよ、エビ味噌ラーメン美味しそう。社食かないな、ドサプライズ。ちょっとなんか、やっぱさ、社員食堂っていうの、なんかタニタってさ流行ったじゃん、タニタ食堂みたいな、あおいたもちょっとなんか社員食堂したい。鶏白湯好きだからお気に入りのお店、教えてほしい、ちょっと行きたい。そう、鶏白湯のラーメン食べたいけど、どこにあるかわかんない、あんまり。
新しいクライアントのそば鶏パンイタンラーメンで食べた。あまりうまくなかったけど、ちょっと美味しいのを教えていただきたい。そう、ぜひ皆さん美味しい鶏パンイタンラーメン募集中です、うん、はい、そんな感じなんですけども、すごいなんかこの時間やっぱなんか朝みんなおはようなのかな、意外と人がいらっしゃる。まあ、ちょっとこんな感じで、朝のご挨拶となりました。朝のご挨拶はい、今日はですね、そうちょっとなんかバタバタしてしまうので、そう、もう次の配信は明日っていうか多分日曜日のなるので、そうちょっとしばらくお会いできないのですが、葵たんがなんか見たいなって、葵たんの顔を見たいよっていう方は、ナンバー葵のツイッターをぜひ見てください。よろしくお願いします。ん、醤油がものすごい好き。醤油しか食べないけど今いろんな味食べてるっていうのも、あとあれも好き、太陽のトマト麺。おはようございます、すき焼き。あー、イーリンおはよう、ありがとう。イーリン、コメント打たないと眠くなるから打てたわけじゃないっていう言い訳、いいんだよ、いっぱい話してくれ。ピエン寂しいよ。なんかね、なんだっけ、若者言葉の流行語みたいにピエンってあるらしいよ。ピエンって何？ピエンってことでしょ。うん、皆さんおはよう。あれ、波の観察者さんおはようございます、ありがとう。葵たんが、ただいま5時12分をお知らせします。フォローしてるよお姉ちゃんですね。ポプラちゃんよくさ、いいねとリツイートとしてくれてありがとう。トマト麺食べたこと、いやトマト麺本当に美味しい。葵たん一回しか食べたことないけど、太陽のトマト麺は美味しいです。葵ティアンの可愛いあくびが見れてよかった。天使の吐息、いつでもしてあげるよ。よし、ということでコメント流れちゃった方いたらごめんなさい。ぜひまた配信するので、コメントしてください。5位、なつさんありがとう。4位りほちゃんありがとう。3位、えらっちさんありがとう。2位はくさまありがとう。1位パリサジちゃんありがとうございます。他にもお星さまご旅行してくれた方ありがとうございます。右上のハートが白い方、毎日配信してます。右上のハートをピンクに右上のハートをピンクにしていってください。あと、ツイッターとインスタグラムとやってます。そちらもぜひフォローして、ハートマークをポチッと押してくださいな。いいねとかね、はい、ぜひ見てください。で、いや本当にそう、みんなちゃんと寝て風邪ひかないようにね、アウターも気をつけたいと思います。ありがとう、この朝早くにありがとう、お話ししてくれて。よし、じゃあこれで終わろう。よしよし、これもうパリスおじちゃん、うわ、よし、ありがとうございます。それでは、おはようの方もお休みの方も、なんかあるよね、こういうさ、あるよね、なんかさ、朝の目覚ましテレビとかそういうの。これからお休みの方もお目覚めの方も、何時何分です、おはようございますみたいな。よし、ということで、おはようの方もお休みの方も、素敵な12月7日になるよう祈っております。それでは以上、ラックユーアイドル編集部、葵たんことナンバー葵でした。おやすみなさーん。